東京はもう16度ぐらいだったけど、沖縄はまだ27度、8度、真夏です。暑いです。今日は前乗りなので撮影はありません。イムタンがコンタクトを全部忘れたらしいので、沖縄のドンキホーテに寄ります。しかも売れてますって書いてある。嬉しい。で、明かりがいい。最近よく並んでるってファンの子が教えてくれる。三上は第2弾結構売れてるべ。ユアンティアも売れました。別々に買い物してたのにさ、同じもの持ってたんだよね。ねイムタンが後ろからさ、笑ってくるから何かと思ったら、これをお互いに持ってたの。キャビゴン。キャビゴンのパンツ。え、あなたキャビゴンサイズ何？え、適当に買っちゃった。え、サイズあるのこれ？あるよ。え、何？L だよ。L だよ。S あったのに。え？バカだね。これがもらおうかじゃ。それ可愛い。カビゴンの現場バッグ。カビゴンのファンじゃん。ドンキの実験。着替えた。沖縄 T シャツ。よく。やばい。ナルカフェチャンネル一番の今の盛り上がりかもしれない。1、2分7。1、2分7。今回持ってきた T シャツ3つと短パン1個で1人しか入ってないし、俺はそういうことね、サンダルにして木の格好で、もう他はあれってことか。1、2分7。それはでも沖縄だったら確かに分かるかもしれないですけど、じゃあ北海道だったらどうですか。確かに基本アウターが1個あって、ね、ジーパンだろ。まあインナーがちょっと増えるぐらいかな。じゃあ、まあ、な何分ですか。何分。6分分かんない。なんで刻んでんの。5分じゃなくて6分。現実的だろ。一番おもろい。やばい、取れ高。まあ、6分はかかるだろ。見つけ。羨ましい。僕、半日とかかかんでるけど。わかる。どうやってんの。食べに来ました。夕食を食べに来ました。陽気な音楽が流れております。私さ、すっごい観光しに来た人みたいなさ、沖縄 T シャツ着てさ、すっごい面白かった。沖縄に乾杯。どう？それスプーンじゃない、ストローで飲むんだ。うん、美味しい。甘い。酸っぱい。酸っぱい。ちょっと飲んで。美味しい。トルティー。これがトルティーヤで、こっちが白身魚ってこと。分かった。トルティーヤ。何？これが何？これを何？ピクルスは入れて。自分の好きなように。じゃあこれはピクルス？唐辛子のピクルス。ハラペーニョ。ペーニョ？じゃあペーニョ入れていい？入れますか。うわ、美味しそうじゃない、これトルティーヤ。ラスタラスタティーヤ、うんうん、激辛これ。すっごく欲しいタイプの美味しさ。ガリックシュリンプルルルー。私もここにあったシイタケ食べてます。これはハンバーグ、豆腐で作ったハンバーグです。ごちそうさまでした。ワインでも口臭口臭いってこと。だって今ワインと口内炎で口臭ってこと。やだ。ワインで酔っ払ったわっていうふうにしようと思ったけど、本当は口臭って言いたかった。でしょ。だって今息吐いてたじゃん自分で。絶対ワインで口臭いって言おうとしたんだろうなと思った。
まあ一緒か。一緒でしょ。まあここでやるんだったらこっちの方がやりやすいな。で明日何時？8時。に？ここ？でもどこ汚い。汚いじゃないよ。置いてるだけでしょ。汚い。汚いじゃない。置いてるだけじゃん。おやすみ。じゃあ8時ね。8時にお願いします。ビュッフェ、ビュッフェ。見て。朝からいっぱい食べたいと思います。これはジューシーです。ジューシーハニー。和食？和食メイン？うん。美味しい。うまい。食べまーす。サラダからいただく。私も食えたかな。美味しいクワッサンです。これしい、うん。何時寝たの？その後すぐ寝たんだろ。俺も。で、うん、寝てた。寝てた？寝てた。寝てた。気絶とかない。私は。で3時くらいに起きて。え、起きたの？うん、でまた5時くらいに何したの？その2時間連絡返したりマジ迷惑マジかに連絡返すことあるお待たせしました。お願いします。お願いします。私は今日も沖縄 T シャツ。暑っ暑っ夏じゃんか。暑いですね。夏だな、やっぱりな。いってきます。これ岩手県行ったんだけどさ。え、岩手県は寒い。寒かったな。日焼け止めを塗っておってます。虫発生してるね。しかもでもずっと一匹がね、最近じゃない、さっきなるみさんの顔にも張り付いてた。13秒くらいもうかかってた。蚊っていうか、そのでっかい虫が。でっかい虫13秒くらい張り付いてても気にしないと。なんだーって。け、うわ、青いいでしょう。青いいね、いいね。じゃあお願いします。お願いします。はい、わ、熱。もう地元の人みたいな、なるみさん。確かに地元の人しか知らないビーチを教えてくれるおじさん。お願いします。すごくいいです。
しまーす。デバイスが多すぎる。マジで。眩しい。ひらか。私結構熱い。目がひらか。眩しい。ちょっといきなりオイラン三着目。おしょい。太陽浴びたら眠くなってしまって。太陽浴びると疲れちゃうよね。なんでだっけ。カネミが教えてくれたのは太陽がすごいエネルギーだからそのエネルギーに対抗しようとエネルギーを使う。これはでもカネミの持論だから、うん、どこにもそういう情報が出てないって教えられた、うん、ただのカネミの持論。おいらん、お願いします。それでは、じゃあ、黒を変えます。すごい。はい。